皆さんこんにちは、アリシアです。こちらはですね、台湾産のパイナップルを使ったケーキを、買ってきました。1箱8個入りというふうに書いてあります。皆さんの、地元のスーパーとか果物屋さんとかどうですか？今話題の台湾産の生のパイナップル売ってます？もう買われた方とかいらっしゃいますかね？ずいぶん探してるんですけれども、地元のスーパーとかにはね、まだフィリピン産しか並んでませんね。仕入れの手配はしてるそうなんですが、実際に店頭に並ぶのはまだまだ先になりそうですということで、ちょっと実際に買うのは難しそうですね。そこで中華系のスーパーマーケットに行って、この台湾産のパイナップルケーキを買って台湾を応援しようということです。皆さんもニュースですでにご存知の方も多いとは思うんですけれども、台湾のパイナップル農家に対してもうすぐ出荷寸前ということを知っておきながら、中国共産党が急に輸入を制限しました。台湾の現政権に対して台湾の南部が支持基盤ということですので、その農家を狙って政治的な圧力を加えたということです。大切に育てたパイナップルがもうすぐ出荷するという時に、急にね、こういう輸出ができないということで、大変農家の方もお困りだと思います。そこで日本がすぐにサポートに入りまして、買いますよということで手を挙げてくれたみたいです。日本の企業さん感謝しております。東日本大震災の時に台湾の方がとても多くの募金とかですね、支援物資ということで助けてくださいましたので、今度は台湾が困ってる時は日本人が支援をするということで、未来に向かってこの友好関係というのは保っていきたいですね。では早速、この台湾産のパイナップルケーキ、皆さんと一緒に開封していきたいと思います。おー、はい、出てきましたよ。はこれぐらいですね。裏側、ここにね、原産国台湾というふうに書いてあります。開けてみましょう、ね、ちょっと大きめのカロリーメイトみたいな感じですねいただきます。生地はね、バターの香りが結構しますよ。鼻に抜けるパインの香りがいいですね。2つ3つ軽くいけますね。おいしい。紅茶が合いそうだな。台湾産のパイナップルケーキでした。近くに中華系のスーパーがあったら探してみてね。グッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。このチャンネルでは映像制作に関することや Vlog、たまにこういったね、時事ニュースなんかも取り上げようかなと思っています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さんさようなら。アディオサニホーズ。We could be okay. But I